フリードリヒ・ケトラーは、クールラント・ゼムガ連校。クールラント公、ゴッドハルト・ケトラーとその妻で、メクレンブルク公アルブレヒト7世の娘であるアンナの、間の長男として生まれた。父の死後、未成年の弟ビルヘルムが成人する1595年まで、広告を単独で統治した。1595年、フリードリヒは弟に、 下級裁判権と宮廷の主人たる資格を与え、ビルヘルムをゴルディンゲンを居城とする広告の聖ハンクールラント地域の公家とし、自身は広告の東藩ゼムガレン地域を統治する公家となり、ミタウを居城とした。1615年、ビルヘルムが公爵兄弟と広国内の機種身分との取り継ぎ役を務めていたノルデという貴族を殺害すると、 翌1616 16年に二人の公爵による封建領主体制は崩壊した。この事件に直接責任のないフリードリヒは、ゼムガレンの統治者の地位を保持し、1618年には、弟ビルヘルムが公爵位を追われた、クールラントの統治者をも兼ねることになった。フリードリヒはその島で公爵としての影響力を保ち続け、自分の君主権を制限しようとする。 岸ちみ分による立憲政治導入のすべての試みを阻止した。1600年、ポンメルンボルガスト公をエルンストルートビヒの娘、エリーザベとマグダレーナを妻に迎えたが、間に子供はなかった。後継者として範囲されていて指名できない弟、ビルヘルムの代わりに、ビルヘルムの一人息子、ヤーコプを選んだ。フリードリヒの治世中、スウェーデン・ポーランド戦争が、 長期にわたって続く中で、軍事的に弱小な広告は中立を保ち続けた。ありがとうございます。